くわけですけども、海上保安庁でできない仕事は、ね、NPO を作ってやりましょうということで、2年前にあの東京は再生運動、横浜は当番校だったんですね。それでちょっと我々お手伝いして、すでに先生のおかげで東神奈川に1000平米貸してくださって、そこでもういろいろ海を記念しよう、江戸の記念しよう、そういう運動を展開している、そういう NPO でございます。はい、ありがとうございました。それではあの